皆さんこんばんは。都市伝説の時間がやってまいりました。まず我々には理解できないような都市伝説、オカルト伝説などがありますが、そう、野球界にもそんな都市伝説、そしてオカルト伝説があるのを皆さんご存知でしょうか。今日この時間はそんな野球界にまつわる都市伝説について詳しく検証してまいりたいと思います。そして野球界の都市伝説を語らせたらもうこの方しかいないでしょう、野球界の都市伝説男、高木豊さんに今日はゲストにお越しいただきました。高木さん、よろしくお願いいたします。じゃあ高木さんはまあこれまでに数々の都市伝説、はい、遭遇してきたと思いますが、野球びっくりすることあるね。ありますよね。例えば野球界でもキャップを取ったらあれ髪がみたいな選手もね、ただそれ身近にあるね。それも身近にありました。あのご経験はありましたか。体感してるから。現在体感してらっしゃるということで、もうこれ都市伝説はなくて実際、まあ、それはもう事実だから、ね、これは仕方ない。失礼いたしました、はい、というわけで今日はあのぜひにプロ野球界の、うん、あんなことこんなことまことしやかにささやかれている都市伝説について、まあ、怖いね。非常に怖いですね。都市伝説なのか、はい、本当なのか、はい、ね、検証したいと思います、まあ、一つずつ検証していきたいと思います、はい、もしかするとこの放送の後その高木氏がどこかに行方不明になる可能性もあるかもしれませんので、それはまあ一応命の保証、まあ、探さないでください。そうですね、命の保証もかかっているので、ただここはあの鋭く切り込んでいただければと思います、はい、まず一つ目の都市伝説です。飴やぎさん伝説。飴やぎさん伝説とは阪神の、まあ、エースの青柳投手、はい、なぜか彼が登板する日は雨ということが多いという、これもまことしやかにささやかれている飴やぎさん伝説。怖いですね。非常に怖いです。いやでも、はい、日照りが続いている時に、はい、青柳さん持ってったら、はい、飴やぎさんに打ってくれるとものすごくありがたい。そうですね、全国の農作物を育ててらっしゃる方は、ね、いや本当だよ。そういった方にも、雨やぎ様と言われているというふうに全国、ね、だってさ、はい、パーセントがすごいよね。そうなんです。我々ちょっと調べました。これ2020年のデータによるものなんですが、青柳投手2020年21試合に登板して、そのうちなんと11試合が雨の日、52% の確率。すごいよな。とんでもないことですね。これ都市伝説で。いやでもこれ6勝9敗ぐらいでしょ。そうですね、成績がね、はい、それそうなるよね、まあ、雨の日に当たってるのでこうなると。だってその日に合わせて調整してるわけだから、はい、それが半分だよね、約。そうですね、 52% 半分流れるわけだから、まあ、とんでもない雨やぎだという。いやいや、これは調整は非常に難しいよ、これは。そうですね、でここで雨やぎ伝説一つのちょっと紹介例として、ある2020年の7月の日程スケジュールを紹介したいんですけれども、7月7日雨やぎ投手登板予定の巨人戦雨天中止。翌8日スライドで雨やぎ投手が登板予定だったがまたしても雨天中止。7月10日 DeNA 戦で土砂降りの中雨やぎ投手先発、5回で雨天コールドとなり、ここは見事雨やぎ投手勝ち投手になります。そして7月27日雨やぎさんタオルが販売決定。7月31日 DeNA 戦に雨やぎ投手登板、大雨が降り57分遅れで試合開始ということで、7月ああそこは試合あったんだね。あ、そこは、はい、そこは57分遅れだったんですけれども、タオル作ってるしな。そうなんです。なんと便乗して、そうです、怖いことに雨やぎ投手雨やぎさんタオルというものを販売しました。いやそのぐらい必要じゃない。だって、はい、タオルぐらい用意しとかないとさ。それが伝説、都市伝説、オカルト現象、これだけで終わらなかったんです。なんと雨やぎ投手がこの雨やぎさんタオルを販売したその日、大雨。あ、そうなの。そして見事タオル完売です。いやそらそうやろ、濡れたくないもんね。そうです、タオルでカバーしたよ。タオルでカバー、見事完売、雨やぎさんタオル。いや俺もね、はい、いや結構雨降るなっていうピッチャーの人っていうのは、やっぱその年々で違うんだよね、うん、
でもこれだけ多い人っていうのは珍しいよ、はい、まあないですね。まあない。いやだからもう雨の日なんか得意中の得意だと思うよ、投げるの。もうそうでしょうね。でも投げてるの覚えてるけど、足滑らしてたけどね、ちょっといや本当にだ、危ない、怪我するかもわからない。そうでしょうね、うん、なのであのこれはまあこれもまことしやかに言われているのが、全国の学校 PTA の皆さんが雨やぎ投手の登板の日をずらして遠足や学校の行事を当てはめる、まあ、運動会なんか特にだよね。そうですね、外したいよね、はい、ですとか雨やぎ投手がスライド登板になると、あもうこの日は遠足はないなというふうに、まあそうだね、皆さんこういうふうに予定を立てているということなんですけど、ね、だけどちなみに今年はまだ中止がないんじゃないの、はい、まあ、おそらく我々はまだちょっとそこまでデータは不足なんですが、おそらくはまだない、ね、まだないとは思われますが、ここからあの、まあ、雨やぎ投手のシーズン本格的に到来、力を発揮してくるかもね。ね、いや本当に通じ木に入ってくるしな。そうですね。うん、通じ木は誰でも流れるからね。まあそうですね、そうですね。はい、ただやっぱり雨やぎ投手が登板の日はどうしても大雨とか、うん、晴れていたのに試合開始のやっぱり1時間前に大雨とか、まあね、コールドとかなる予定もあるので。うん、で雨やぎ投手ちなみにですね、雨やぎさんタオルも出しましたが、便乗して晴れやぎさんタオルなども出したということでね。何？晴れやぎさん。晴れやぎさん。晴れる柳。晴れる日。晴れる柳と書いて。それは完売してないだろ。それはちょっと完売。いや、やっぱね、雨やぎさんはね、どんち聞いてていいよ。なるほど。俺も欲しいもん、なんか。欲しい。欲しい。ぜひあのこれを見た雨やぎ投手、ぜひですね、あの晴れやぎさん投手ね、晴れやぎタオルがあればぜひ送っていただければ。雨やぎさんが欲しいんだよ。雨やぎさんの方がですか。そうそう。あればぜひ送っていただければと思います、はい。続いての都市伝説です。ヤクルト、そして横浜がほにゃらら区に住むととんでもないことが起こる。これは選手の中でまことしやかにささやかれている都市伝説なんですけれども、ある、ヤクルト選手からの証言がありまして、ヤクルトの選手がうーん区に住むと結果が出せなくなる、怪我をするという伝説があるそうです。これは、多分キーが入ると思うんですが、ただね、俺はあのそれを聞いて、あ確か横浜でもあったなっていう。横浜でもやはりあったんですか。いやだから成績が出せなくなるっていうよりも、横浜の場合はトレードになっちゃうという。トレード、うん、確かに、はい、なんて言うんだろう、その2人ほど住んでる人はいるんだけど、2人とも移籍したからね。ちなみに、まあ、P を入れるかもしれないですけれども、うん、どなたとどなたでしたか。あ、と昔で言えばとか、はい、同じ区に住んでる。もう多分同じだと思う。あ、うん、ここもピン入れますけど、何、うん、どこでしたか。いい場所ですよね。いや、いい場所なんだ。非常にあの山手にも近くて、まあ、横浜ご存知の方なら山手にも近くて、そうそうそう、まあ、山手に近いところって言っとくけど、おしゃれで、うん、えっ、まあまあそれはね、あんまり大きく言えないことだからさ。確かにでも確かにあのそう、ヤクルトの話、あ、各球団あるんだなと思って、はい、そう、横浜の場合はなんかこう移籍をしてしまうという、そういうのが、あ、まあ、そういうのがあるよね。でヤクルトの場合は成績が残せなかったり怪我しちゃうっていうね、はいはい、やっぱりなんかあるよね、その方角とかチームの方角、いや、だからさ、不思議な話でさ、家を買うときに、はい、まあ、家を引っ越しするときに方位っていうのを見る人は見るじゃない、気にする人は。だからヤクルトの本拠地神宮から考えて、そっちの怪我する方位じゃないの、方向なんだと思う。ちなみにこれもピンも入るかもしれません、一応ということで、うん、まあ、非常にまあ閑静でもありおしゃれな場所でもあり、いや、そう、もちろんもちろん、あの土地も高いですし、いや、だって近いしさ、住みたくなるよね、思わず。高級地ですよ、ね、そうそうそう、住みたくなるよね。ちなみにあのヤクルトでの中でもある国民的な、アイドルの方と結婚されたあの方が以前そちらに住んでいて、まあ、結婚されて移られたそうなんですけども、 その途端やはり成績が上がっていったということなんです、ね、それは方位じゃなくて嫁さんの問題じゃないの、そういうことじゃなくて、
まあ、方位もあるだろうな。そうでしょうね。いやだけど、そのやっぱあるよね、人間って不思議なことって。ありますよね。それはあるある。だからまあ各球団やっぱあるんだろうね、まあ、そういう言い伝えみたいな。例えば在京で言えば巨人であったりとか、うん、都市伝説みたいなのがあると思うよ。そうですね、うん、嫁と方位は注意しろと。良い注意しろとですね、はい、ちなみにあの高木豊氏は横浜時代はどちらに住んでいたんですか。青葉区。あ、言ってあ、住んでるのかな。今住んでないから、まあ言うけど青葉区に住んでる。だから青葉区に住んでて成績も良くなったの、はい、ね、でだからその後輩たちが青葉区とか都筑区、はいはい、あっち方面に、だからそのトレードされるとか、はい、そういった方面より逆の方向にこう固まりだしたよね。ああ、やっぱりなんか担ぐというか、そう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 、まあ、閑静な住宅街っていうこともあるけどね、非常にね環境、うん、あの家族で住むにはいいような町ですもんね。そう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 。だから各球団ちょっと調べてみたいな。そうですね、ヤクルトなんて言われてんのか、まあ、埼玉西部もありますもんね。そうそうそう。ここに住むとあんまり良くないとか、こっちに住むとすごくいいとかね、はい、でもさ、あの土地って地場ってあるじゃない。ありますね。だからそこがいいところってあるよね、はい、だから六本木でもなんかため池とかと六本木だったら六本木の方がいいとかね、あの土地が上がっているとかですね、隆起してるとか、隆起してるとか、なんかそういうのもあるよね。ありますね、うん、これもよくよく都市伝説で各球団のちょっとリサーチしていけば、ちょっとしてみたいよな。そうですね、出てくるかもしれません、はいはい、さあそして今日最後の都市伝説です。横浜から巨人に行くととんでもないことになる。これは横浜から FA そして移籍で行った選手が巨人に行くとなぜかおかしなことになるという、これもまた野球界でまことしやかにささやかれている都市伝説。これはさ、俺がなんかすごく責められてるみたいで嫌なんだよね。あ、横浜出身でした、ね、そうそう。いやだけどさ、はい、最初はまず、いやでも村田はさ、はい、結構頑張ったと思うよ。村田選手はそうですね。そうよ。ただ村田選手以外を皆様ちょっと思い浮かべていただいて、でも山口も最多勝取ってんじゃなかったっけ。取りました、取りましたが、すぐに暴行事件とかもあったね。ありましたね。そしてメジャーに行ったんですが、すぐに巨人にまた戻ってきて今このような、うん、まあ、状態である、まあ、一番最初に、なると、まあ、門倉さん、あの門倉さん、それはやめてるでしょ、もう。やめましたが、あの門倉さんが始まりではないかと。門倉の、うん、バンビーノの呪いのではないですか、門倉の呪いとも、一説では言われていると。お前台本ないのによくやるね。いや、あの都市伝説でそのようにささやかれて、まあ、ささやかれてる門倉の呪いと、まあ、その後調べてみますと、は一旦村田選手で鎮静化されたと思われていたのですが、うん、金城選手、まあ、金城選手は今いろいろ、いや金城はでも今ね、ジャイアンツに残ってコーチ業を一生懸命頑張ってるしね、はい、だから貢献してるよ。そうですね、ジャイアンツに。そしてここでまた来るのが、まあ、先ほどの山口俊投手と、うん、そこからですね、2021年、うん、梶谷選手が大型 FA で入ってきます。手術しに行ったみたいなもんだよね。まあ、一説によると、後楽園病院に今ずっと通っているというふうな説も出ております。どうなってんだろうね、あいつは。そうですね、まあ、あの出場試合数はもう本当少ないよね。そうですね、どうで、まあまあ、今シーズンまた手術になってしまいました。今シーズンもダメでしょ。そうですね、どうすんのかね。そしてまだもう一人、2021年にお一方いらっしゃいます。いいの、別名宇宙人というふうにも言われておりますが、この辺りは監督に言われてたもんね、ロンズルに値しないって頭ぶつけた時に、いやもうロンズルに値しないよって、あの、まあ呆れられてるから。頭をぶつけるというのはどういう、多分血が噴き出したんだと思う。だから嬉しくてジャンプしたら、なんか戸の角にぶつけたんでしょ、なんか天井にぶつけたんでしょ、はい、自分がでかいっていうのを認識しないとね。あ、背がでかいんですか、そう、頭が大きい。いやいや、背がでかい、背がでかい、うん、俺らなんかジャンプしても当たらないようなとこだったと思うよ。
それで試合に出られない。出られないですね。出たら打たれる。出たら打たれる。で、出てきてもなぜか1日で下にまた戻されるという珍現象もありましたけど、このあたり先生、あの伊能宇宙人に関してはどのようにお考えでしょうか。高い買い物だったな巨人はまあ一言だけどさ、はい、だけど本当に俺も DeNA 出身で、はい、本当あのやっぱ巨人って言っても敵同士だけども仲間じゃない、プロ野球という。本当に申し訳ない気持ちが俺が思うもんね、うん、だからやっぱ後輩じゃない、はい、まあ、梶谷にしたって伊能にしたって、はい、だから本当に申し訳ないと思う、うんうん、どうでしょう、これからも巨人は横浜とのトレードは活発になっていくと先生思われますでしょうか。いや一旦やっぱこう考える時間は長くなると思う、うん、その間に他に持っていかれる可能性はあるけども、やっぱ一旦考えるだろうね。結構巨人が最大ですね。そしてまた横浜の選手も俺巨人に行くのかと思った途端に不安が出てくることはないんでしょうか。どうなんだろうね。でもあそこでやるとさ、スターになれるからね。そうですね。ただスターにはなれますけれども、笑い物にもなるよ。そうですね。活躍できない怪我、頭をぶつけるなどありますかね。こう先生、ここはやっぱり慎重に判断しないといけない、ね、いけない。やっぱね、一番言われちゃいけないのは、はい、ロンズリーに値しないって言われることはもう強烈だからね。そこはやっぱ肝に銘じてほしいよ。そう、野球自身の問題ですからね。ロンズリーに値しないって言われるのは、はい、結構本人もショックだろうし、言う方もショックだと思うよ。そうですね。ただまあ本人は宇宙人なのでそこまでダメージが少ないのかなと。まあね、もしかするともっと大体が台車4000キロ乗るやつだからね台車に4000キロも宇宙人はもうね、ちょっとかけ離れてんだ感覚だな。台車に4000キロ、4000キロものすごい気に入って乗ったらしい。台車もですか、伊能投手っていう伝説もあるわけ。伝説、ああそれも一つの都市伝説ですけれどもね。そうそうそう、最後に本当にでっかいをびっくりするような都市伝説が来ましたけれども皆さんからもですね、この番組は野球にまつわる都市伝説を募集しています。これを聞いてみたいとかね。そうですね、はい、これ本当にあるんですか、ジャンパンヤーというのは本当なんですか、あのチームに贔屓した審判というのは本当にいるんでしょうかとか、いろんなね、皆さんの周りでささやかれている都市伝説ありましたらぜひ、ご応募ください。お待ちしております。高木豊さん、今日はありがとうございました、はい。